皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。八幡村続きやってまいりましょう。で、ね、やっぱりあの洞窟の中で向こう側から歩いてきたのは目の前にいらっしゃいます A 線さんで正しかったですね。録画確認してきました。でね、多分あの照英、芸能人の照英と混じってなんか照英さんがすごい身近な存在になってるの、私の中で。すごい照英さんがね、ああ照英さんって感じやねんけど、全然知らん人やったわ実は。で、A 線さんね、まあいや ひどいもんですと。迎えに来た刑事から大体の話は聞きました。村人を説得するために照英様をお呼びしたいと。ええ、もうお力をお借りする以外方法はなさそうです。長英様も今回のことには大変心を痛めておりまして、すぐにでも八幡村へ行きたいと仰せなのですが、まだお体の調子が優れずすぐには難しいと存じます。なんでムカつきマークついてるのこの人、額に。少なくとも 2,3 日は無理でしょう。ご病気では仕方ありませんな。一刻も早いご回復を待っております。で、私は、あ、長英さんの方が師匠か。あ、A 線さん。A 線さんは今回の事件どう思われます？恐ろしい事件だと思います。私も一つ間違えれば、光前さんのように殺されていたのですから。早い事件の解決を望んでおります。でもこの人洞窟で見たんよな。まあ、それもあっての、それもあっての質問なんやろうけどな。どうしたんです警部、そんなに血相を変えて。え、ハリオさんが何？え、ハリオさんが鍾乳洞の中で殺された。嘘。しかも殺したのは達也くんだ。え、なんでなんでそんなことになってんの。え、ちょっとやめて。第一発見者は白狼の吉蔵です。達也が殺すのを見たと言っています。もうお前パチこくなや。その後すぐに追いかけたが洞窟内で見失ったとの。いや、なんか嘘かもしれんよそれは。達也さんが殺したというのは本当なのですか。俺は確かにこの目で見たぞ。達也だ、間違いない。あの野郎が助けて助けてと叫ぶ実の姉の胸に鍾乳石を突き立てやがったんだ。見ろよ、ひでえもんだ。ええー、春代の胸から鍾乳石がつ、ええー、あー、ちょっとショックかも。おそらく鍾乳石のかけらで刺されたのだ。その手には風呂敷包みが握りしめられていた。達也さんの元へ弁当を届けようとしたのだろう。近くには水筒も転がっている。あの野郎も親父の要蔵と同じだ。血に飢えた殺人鬼なんだ。本当に達也さんがこんなことしたんですか？お前がやったんじゃん。なんだ、俺の見たことに文句をつけようってのか。達也に雇われてるからって無理にかばうと承知しねえぞ。俺たちは絶対にあの野郎を許さねえ。邪魔するんならあんたらも達也の仲間だとみなすからな。いいか、よく覚えとけ。あの野郎は必ず見つけ出して俺たちの手で叩き殺してやるからな。ちょっと春代さん診断ショックなんですけど、私の推しキャラやったのに。やれやれ、吉蔵たちにも困ったもんですな。かといって我々が下手に手を出したら逆に危ない。早く長英さんになだめてもらわんとどうにも手の打ちようがない。あの、それで春代さんの死因はやはり鍾乳石が。新井先生に調べてもらってますが、ショックによる心臓麻痺ではないかと。春代はもともと心臓に持病を抱えていたもんですからね。大丈夫、大丈夫じゃないか。もう亡くなってんのか。このところ達也さんの件で心配させてばかりだったのが、どうにも悔やまれます。遺留品は風呂敷包みと水筒。風呂敷の中は竹の皮包みの握り飯。あれ？
怪しない。あれ、それもしかして久野先生に差し入れたのと同じのじゃなかったりする、同じのあったりする。調べや、おにぎり。一応、いや、春代さんを疑うわけではないけど。金田一さん、あなたは責任を感じているかもしれませんが、あなただけの責任じゃない。犯人を捕らえることが春代さんの供養となり、達也さんを救うことになります。春代さん見ていてください。必ずやあなたを殺した犯人を捕まえてみせます。ちょっと春代さんの、いや春代さんを疑うわけじゃないけど、一応春代さんの持ってるおにぎり調べたら、おはようございます、金田一先生。これは今朝の新聞でございます。でもこのまま行ったら慎太郎さんが後継ぎやな。でもさ、慎太郎さんが全くと言っていいほど登場してないよね。ついに8人目、被害者の弟が犯行に関与か。春代さん。春代さん亡くなっちゃったな。なんかもう、春代さんが犯人でもええから生きてて欲しかったわ。では私はこれで。あ、おしまさん。はい、何でしょう。昨晩はあんなこともあって、心中をお察しします。久屋様、小梅様に続いて春代様までが亡くなり、後継ぎの達也様もあんなことになってしまい、残った小竹様も生気が抜けたようになっております。私はもうこれからどうしてよいやら。おしまさん、達也さんはきっと助け出してみせますよ。ありがとうございます。金田一先生こそ連日の騒ぎでお疲れでしょう。それなのに荒らされた離れにはさすがに乙女できないとはいえ、大したおもてなしもできず申し訳ないです。これね、どうなったのこれ。おしまさん、荒らされた離れを見てみたいのだけど、今行っても大丈夫ですかね。それは構いませんけど。けどなんだい。丸王子のご院主長英様が今日こちらへおいでになる。あ、来てくれんの長英さんが。すると村人の説得に当たってくれるのですか。そりゃ両方だ。墓地も、僕も立ち会わなくては。墓地も。では長英さんがいらっしゃるまで離れを見させてもらおうとしよう。離れの室内は昨日押し込んできた村人に荒らされたままだ。複数人の足跡が今も生々しく畳の上に残り、室内の調度品は倒れ床に落ち、さながら地震の跡のようだ。荒々しく踏み破られた襖や障子もまだ塞がれることなく放置されている。あちらの屏風をご存知ですか。三三図屏風ですね。初めてこの家に来た日に春代さんからお話を聞きました。養蔵に座敷に閉じ込められた達也さんのお母さんが自由に外出できない慰めに眺めて楽しんだものだそうですね。そういえばその時に絵のお坊さんが抜け出すという逸話も聞かせてもらいました。じゃあ最近は達也様が毎日のように眺めていて、ケーシアを呼んで修繕させたのですが、その件もご存知でしょうか。そのようですね。つい昨日春代さんから聞かせてもらいました。僕はこのところ久野先生を探して洞窟の中に入り浸りで、見つかった後も駐在所で死因などを調べていたので詳しいことは知りませんが、達也様があまりにも屏風の修繕に夢中になるもので、春代様はとても心配になられて私に打ち明けてくれたのです。固く口止めされましたので胸に秘めておこうかと思いましたが、春代様も達也様もこんなことになられてしまって、せめてお二人が信頼なさっていた金田一先生にはお伝えしておこうと。はあ、それで屏風の修繕で何が分かったのですか。実は屏風の中に手紙のようなものが。屏風の中って手紙ですか。どのような手紙でしょう。
さ、私もそこまでは。多分そこの地袋の中にしまってありますが、見てみましょう。長すごいぞ、原稿用紙3枚分ぐらい。いかなるすくせのいたずらにや、鬼のようなる男のために、書くまでを身も怪我して、書くまでも身を怪我し、果て果て、そうろいし、鶴が身の不幸せ。わからん。昔の言葉で丁寧に書いてあるんやろな。丁寧に書いてありすぎて現代の私にはわからない感じ。猿につけても思い出され、早漏は竜のアギトのほとりにて、初めて熱き恩情を賜りし頃のこと。人も恐るる乳母の岩のしとねも、鶴が身には極楽浄土。しかし家宝つたなきこの身には、その一瞬の幸福にてと、そうろいし陽一様マイル鶴より。あら、鶴子殿陽一杯。バラバラな断片ですが、どうやら古い手紙の陽一か。これはおそらく達也さんのお母さん、以下は鶴子が恋人の亀井陽一とかつて取り交わした恋文でしょう。思う人と添えず、この座敷に囚われた鶴子さんは密かに恋人と交わした。踏み柄を屏風に張り込めて慰めにしていたのでしょう。屏風を光に透かしてみれば、かすかに読める文字を頼りに。それじゃあ達也様はそれに気づいて屏風を修繕させたのでしょうか。ええ、おそらくそうでしょう。屏風の秘密に気づき、不幸な母を思い泣いていたのかもしれません。達也様をかわいそうに。おや、どうしました。郵便はがきほどの大きさの封筒がありますね。これは何だろう。これは達也様。そのようです。しかし変ですな。何がです。妙に古めかしい写真です。それに屏風の中にあったということは20年以上前のものでないと。もしかしてこれ亀井陽一かな。達也さんめちゃめちゃお父さんになんかな。達也さんのお父さんって陽蔵じゃなくって陽一ってこと。これは写真の裏にこんなことが書かれています。亀井陽一27歳、大正10年秋写す。つまりこれは亀井陽一の写真だったの。これさ、でも相続権失うよね、完全に。でも達也様にそっくり、生き写しのようです。そういえば八幡村に来る途中、宮子さんが言っていた。達也さんが生まれた後、村で広まった噂、達也さんの父親は多治見洋蔵ではなく鶴子の恋人だった亀井陽一。あれは単なる噂ではなく真実だったのかもしれない。いや、この写真を見る限り結論は明らかだ。お島さん、この写真のことはしばらく秘密にしておいてください。このことが知られると達也さんが困ったことになるかもしれない。え、あ、はい、わかりました。恋文と一緒にあったということは、写真も屏風の中にあったのだろう。ということは達也さんも自分の出生の秘密に気づいている。自暴自棄にならないといいが。待てよ、達也さん以外にこの事実を知っている人はいないだろうか。多治見家の人たちも26年前とはいえ、亀井陽一のことを知らなかったはずがない。ちょっと待ってよ、これしかないね。そういえば久吉が達也さんに初めて会った時、これが達也か、本にええ男ぶりやな。多治見の筋にこんなええ男が生まれたとは珍しい。はっはっは。でもさ、この人はこの人でさ、久谷さんは久谷さんで、なんか似てるって言われたら、達也さんに似てる気もしちゃうから不思議よね。
きっと久谷さんは知っていたのだ。達也さんが多治見の血筋では、春代さんも知ってそうやな。じゃあ、いや、久谷さんだけではあるまい。小梅様も小竹様も気づいているはず。ではなぜ達也さんは跡継ぎに莫大な遺産を残そうとしたのだ。それはきっと多分慎太郎さんへの憎しみだ。慎太郎さんは跡継ぎにしたくないゆえに達也さんを利用したのだ。なんという、なんということだ。あの金田一先生どうしました？先ほどからとても怖い顔をなさって。何でもありません。そろそろ長英様が来る頃でしょう。はい、あの達也様を助けてください。お願いします。はい、春代さんとも約束しましたから。では。そうか、春代さんの達也さんへの距離感がなんか変やなと思ったら、もしかしたらそこかもな。なんか顔をちょいちょいあからめてたから、まあなんてイケメン好きってなってたかもしれんな。警部、長英さんに説得に来ていただけることになったそうですね。あずまいにお呼びするのですか？ここなら広いので村人に説教するにはとても都合がいい。うむ、実はその件で金田一さんを呼びに来たんです。長英さんは一度駐在所へ立ち寄ってくれたのだが、怒った村人がこちらへ押しかけてしまってな。村に到着早々、村人たちを説得せざるを得なくなりました。村に来て早々ですか？それでどうですか、村人の反応は。どうにか話は聞くんだが、達也君に関しては早く捕まえろの一点張りです。叩き殺せというものさえいる始末。どうやら達也君が春代さんを殺したと村中に触れ回った者がいるようで、多分吉蔵自身でしょうが、おかげで手のつけようがないありさまです。長英さんがいなかったら我々も危ないところでした。あとは長英さんに期待するしかないんでしょうが、何分ご高齢の上に伏せっているのを無理に来たので。わかりました。僕も微力ながら村人の説得をお手伝いしましょう。お願いします。ますます人数が増えている。そんなにおんの、ここ村人。鍾乳洞や多治見家を見張っていた連中も集まってきているようです。普段はおとなしくて素朴な村人たちなんだが、26年前の恐怖のせいですね。まあでもそこまで迷信深いんやったら、もう逆に、いや、あの人亀井陽一の息子やから多治見家の呪い関係ないでって言ったら引いたりせん？そこまで単純な連中ではないの。あの事件の恐怖が村人を騒ぎへ駆り立てているのです。とにかく長英さんのところに行きましょう。長英さん長英さん大丈夫かい？皆の者、とにかく落ち着くんじゃ。何をそんなにたけっておるのじゃ。達也だ、達也が犯人なんじゃ。これ以上村の者を殺されてはならねえんだ。そう決めつけても話がわからん。犯人じゃという証拠でもあるのか。吉蔵が見たんじゃ。春代を殺すところを見たと言っておる。そうじゃそうじゃ、動かぬ証拠じゃろ。証拠ちゃうわ。まあ証拠の意味分かってんのか。ふむ、わしが昨日聞いた時には確実な証拠は何一つないということであったが、達也のやつついにボロを出したんじゃ。やろうに決まりじゃ。うーむ、証拠ってちゃうやんそれな。見たってだけやん。しかもお前一人がな。ちょっと待ってください。あなたはもしかすると A 線の言っておった金田一康介、東京の私立探偵です。僕にも少し話をさせてください。そいつは東屋の雇われじゃないか。金をもらっとるから達也をかばうに決まっとる。皆の衆、待て待て、話を聞くぐらいいいじゃろ。長英さん、ありがとうございます。
村人たちはかなり興奮している。すごいな。もう戦闘態勢やん、これバトルする前の敵やん。全員獲物構えて。今下手な説得をすれば火に油を注ぐことにもなりかねない。まずはっきりさせなくてはならないことは、彼らが何を根拠に達也さんを犯人だと断定しているのか、そして達也さんを見つけた場合どうするつもりなのかだ。まあ根拠からな。そもそも皆さんは何を根拠に達也さんを犯人扱いするんです？そりゃおめえ吉蔵が見たって言ってたからよ。では達也さんを犯人だと思う根拠は吉蔵の証言だけですか？目の前で殺すところを見たと言っとる。これ以上の証拠は安明。吉蔵さんだけでしょ？他に見た人はいるんですか？そんなの一人見れば十分だろ。吉蔵の言うことは信用ならねえっていうのか？やはり吉蔵の証言だけか、バカどもが。皆さんは達也さんを見つけて一体どうするつもりなんです？そりゃ自分の姉を殺した鬼畜じゃ生かしちゃおけねえな。ではやはり殺してしまおうと。いかんいかんぞ皆の衆、殺生などは考えてはいかん。やはり急いで説得をしなくては、達也さんの身が危ない。これ信用ならないとか言っていいの？僕は吉蔵さんの証言を信用できるとは思っていません。なんだとこの野郎、よそ者がふざけやがって。まあ待ちなさい金田一さん、なぜ吉蔵の証言は信用できないのですかな？信用できない理由か、考えられるとすれば、まずは26年前の恨み、それから濃茶の天の件、吉蔵がそれらにより達也さんを逆恨みしているといったところか。吉蔵さんは逆恨みとはいえ達也さんに深い恨みを抱いていました。そんな吉蔵さんが客観的に事態を把握できたとは到底思えないのです。よし、もう一歩だ。濃茶の天が八墓明神のたたりだと言い出したときはそれを信じ、さらには深い仲になっていた濃茶の天が殺され、達也さんが一連の事件の犯人だと思い込んでいたからですよ。そんな人間の証言を信用するわけにはいきません。吉蔵が嘘をついているというのか？ダメだ、まだ食い下がってくる。一筋縄ではいかないな。吉蔵の証言が嘘だというわけではないのだが、どう説得したものか。だから勘違いかもしれないってことでしょ？皆さん勘違いしないでください。吉蔵さんの証言が嘘だとは言っていません。嘘とは限りませんが、証言としてはいささか客観性を欠きます。現に春代さんが殺される前から東屋に押しかけてます。だいたい達也さんはなぜ自分の姉を殺さなくちゃいけないんですか？この村で一番の達也さんの味方で自分を逃がしてくれた姉をどうして殺す必要があるんですか？そんなのは陽蔵の息子だからだ。あんな殺人鬼の息子は殺人鬼に決まってる。もう言ったらちゃうでって。それを言い出したら陽蔵の子は達也さんだけではないだろうに。皆さんは達也さんを陽蔵の子だからと言いますが、陽蔵の子は達也さんだけではありません。久屋さんや春代さんだって陽蔵の血を引いてます。皆さんはあの二人も殺人鬼だというのですか？そうは言わねえが。金田一さんの言う通りじゃ、さすがは東京の探偵さんじゃな。そもそも達也君にしたって。待ってくれ長英様、どうもその探偵の難しい言葉で丸め込まれて、難しいこと言ってないわバカだれ。そうだ、達也じゃねえってんなら一体誰がやったんだ？それだ、そいつさえ分かれば俺たちも心配しやしねえ。達也がやったんじゃねえってんなら下手人は誰なんだ？
それが分かるまで俺たちは納得できねえ。そうだそうだ、分かりました。必ず真犯人を見つけ出します。皆さんに約束します。良いのですかな、そのような約束をなさって。そうでも言わなければこの場は収まりがつかないでしょう。いずれにせよ僕は事件を解決するつもりですから。うむ、どうじゃろう皆の衆、東京の探偵さんもこうおっしゃってる。ここは一つ探偵さんのお手並みを拝見してからにせんかな。犯人が見つかるならそれでよし、見つからん時には洞窟狩りでも何でもして達也君を探し出せばよかろう。ここはわしの顔を立てていっぺん解散してくれんか。うん、うん、長英様がそうおっしゃるならなあ。ああけど洞窟の見張りは残してもええじゃろう。さもないと安心して眠れんけん。まあそれは好きにするがよかろうて。これで村の方もなんとか落ち着くかと思います。いやいや、わしは何もやっとらんよ。大変なのはこれからじゃ。早く犯人を捕らえんと、村人たちはこらえきれず、また暴れ出すぞ。どうやら裏で騒ぎを煽り立てる者もおるようじゃからな。あ、これ。今回の達也さんをめぐる騒動は、西屋が騒ぎの中心のようなのですが、あなたは村のものでないからわからんじゃろうが、あの事件の記憶が村のものを今でも怯えさせておる。西屋の者が起こしたこの騒動も仕方がないことなのかもしれん。一刻も早く事件の犯人を見つけることじゃ。はい。